ミューです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね、今回は。さあ、このトマは DT4 か開幕 TSD。DT4 に発生していった、それに対して相手は開幕 TSD。さあ、相手の4ライン攻撃が全部穴場でくる。これは強いな。全部穴場でくるとやっぱり強い。さあ、俺が送ったのは、まあ、全部ではないけど、ちょいちょい穴場ぐらいですかね。さあ、キスミダブルって、それを受けてから、相手削ってからのホリレン体制かな。大ミのエル、レッドミのエルミのアイミのまで、5連までは普通に強い。普通に強いんで、こちら、結構でも、掘りづらそうにしてんな。ジェイミのまでか。ジェイミのまでしっかり掘って、冷静に耐えるルートを、テトリス掘りにして、5連目のテトリスで再びかなり穴バラが来る。これは強い。なんとか BTB 付きで完全総裁して穴バラ回避してるけど、まだ穴バラ消去しきれてないんで、これは結構辛いですね。ティスピンダブルやるが、テトリスで総裁外される。苦しい。ダブル消しね。ダブル消し。ティースピンシングルから掘っていきたい、しっかり。掘りで、エルミノ、アイミノ、ジェイミノ、ティーミノから、ティーミノから、ゼットミノ、エスミノまで、ここまで掘れれば、まあ、なんとか耐えられてはいるけども、やはりちょっと穴バレの分、だいぶ不利になってしまいましたね。厳しい。まあ、1ライン消しで掘れるルートはあったんだけど、さすがに、1ライン消しで掘ってると、まあ、今の間に合ってなかったんで厳しかったですね。まあ、穴バラでかなり、不利になっていたので、そこをそのまま押し切られたって感じですかね。かなりちょっとこれは、さすがにばらけすぎたっていうのもあったかもしれないけど、まあ、それをしっかり利用して、相手の追い打ちが、鋭かったですね。さあ、T スピンダブルから相手 T スピンダブル、テトリスの地形。さあ、しっかりこれ間に合わせられないと結構厳しいが、総裁外されて、なんとかテトリス間に合った。しかし、T ミノがちょっと遠いんで、削る形になってしまったのが辛い。2ライン消しから、T スピンダブルなんとか間に合って、テトリス掘りにしたいけど、3ライン消しで削ったか。3ライン消しで削って、相手 T スピンシングル。こちらも T スピンシングル。さあ、ちょっとエルミの奥の前に、迷ってしまったが、しっかりテトリスにして、ジェイミのミスは痛い。このミスは痛いが、冷静に、エスミノで先を見して、T スピンダブルにしたい。T スピンダブル。まあ、相手も BTB 好きなんでね、しっかり、同じ火力で相殺していかないと、ラインを受けてしまうと、どうしてもこのゲーム、ちょっと微硬直が発生してしまうんで、まあ、そこら辺を意識した、完全相殺ですね。さあ、これはホリゲンで、アイミの、L 横でもよかったけど、L 横にしたら、まあ一応ね、ホリレン繋がる体制だったので、ちょっとまあ判断ミスったかもしれないですね。まあ意図的にやったのかもしれないけど。さあ、2ライン消しで、受けてからテトリス送る。こういうね、立ち回り。相手が送ってきてたの見えていたんで、相手2ライン消しで、調整して、受けてから、テトリス送ると。まあ結構細かいところだけどね。さあ、今回は結構相手に穴場がいってるんで、しっかり、有利を生かしていきたい。さあ、ティースピンダブルで。テトリスでいいものあげる。いいものあげる。タネルが、こちら、総裁外して、どんどん送ってる。ほとんど穴バラなんでね。これは、どんどん追い打ちしていきたいが、ホリレンで掘られるとまだまだ分からなくなりますね、これ。さあ、3ライン消し、ティスミダブル総裁当てちゃう。ここまで来るともう回復されてるね。ティスミシングルから、テトリスで、冷静に回復された。さあ、仕切り直し。こっから仕切り直しですが、テトリス掘り、相手もテトリス。BTB 好きなんで、こちらに1ライン来て、それが穴バラになってしまう。さあ、3ライン消しで削って、ホリレン体制。T スピンミにするが、ちょっとさすがに T ミの遠すぎる上に T スピン組めないんで、妥協。さあ、間に合うか、危ない。ギリギリ。ギリギリ間に合って T スピンテトリス。J ミの刺してテトリス。さあ、相手は火力高め。火力増し増し。こちら、テトリスから T スピンダブル狙うかな。T スピンダブル、間に合わない。さすがに間に合わなかった。結構強引に言ってたんだけどね。まあ、ああいう判断って結構難しくて、組むか組まないかなっていう、ちょっと迷ってると、その分ね、時間がなくなってしまうんでね。まあ、ちょっと迷ったのが致命傷だったかな。どっちかにも、やったら決めた方がいいんで、ああいうのは。決め打ちでやった方がいいですね。妥協するなら妥協する。まあ、強気に行くなら強気に組みに行くみたいな。そういう風にまあ、割り切った方がいいっていうのはありそうですね。さあ、テトリス。相手、エスミノで先読みして、しっかり大ミノ回転入れで、ディスピンダブル出てきましたね。さあ、DT4、途中 DT。これは強い。なぜ強いかっていうと、DT4 打った後に、さらにその下穴が、ディスピンダブルになるんで、これは強いですね。実質 TD アタックみたいな感じになって、強い。
下を受けてから中記念体制、これどこまで繋がる、どこまで繋がるか次第ですが、アイミノ、エルミノ、ゼットミノ、ティーミノからいった。難しい。ティーミノ、エルミノ、ゼットミノ、アイミノまでか。12連まで。ここまで繋がれば、かなり強いけど、ギリギリ間に合わなかった。ティースピンダブル、無理か。打てる地形ではねえか。さすがに、ジェイミノ横置きからティーミノを2ライン消ししかないカップだかな。と思うんで。まあ、それだと、総裁が間に合わないんでね。さすがに下がっていきましたね。Z ミノだったらラインじゃなくて、屋根つけられたかな。でも、指名判定になっちゃう可能性はあるんで。まあ、そこはちょっと、うまく掘れたかはわからないですね。さあ、アイミノ、アイミノ、エルミノから行ったか。エルミノから、ジェイミノまで。まあ、こちらの方が確かにルートはいいですね。さあ、しっかりルートを繋げて、ちょっと相手が、火力なさそうなところをテトリスでしっかりと刺しに行った。まあ、直列来てたんで、そのまま、ホリレンで、これ有利を取っていったって感じですね。まあ、必ずしも、テトリスとかで掘ればいいというわけではないんで、ね、やっぱりその、ホリレンの、その理想系っていうのは1ラインずつ掘っていくっていうことなんで、そういうのが火力が明らかに出るんで、ルートをしっかり、見れるか見れないかで全然変わってくる。さあ、相手エステティックマジック地獄。こちらはティースピンダブル。相手すげえ積み込んでる。かなり積み込んで。こちらテトリスからティースピンダブル。さあ、ティースピンダブルで相手、かなり。どんどん火力出そうな地形ですね。おうまい。大身のをそこに置いて、しっかり回転ではないけど、大スピンではないけど、地形合わせて、ティースピンダブルテトリスの地形。さあ、かなり火力に押されているが、しっかりまあ直列までたどり着くは大丈夫じゃないかな。ティースピンダブルから防災外されるけどテトリス、しかしちょっと地形的にはまだ辛いか。途中 DT、 ここで DT 砲組めるのは結構強い。防災分の火力用意してテトリスからテトリスが防災当たる、よかった。まあちょっと防災当たらないとまずかったけど当たったんでなんとかなる。しかしちょっと地形的に辛いな。なんとか直列までたどり着ければいけそうかなって感じだけど。ジェイミノから、間に合わなかった。早い。大打ちがこれは相手の早いですね。S ミノ、Z ミノかな、遠いてアイミノまで間に合わせたかったけど、まあ、連続攻撃だったんで、まあ、ライン消去ね、プレートは結構その、ライン消去時間が長いんで、1ライン消し弱いんですよね。そこの隙を突かれてしまいましたね、これは。まあ、掘るルートはなかった。だかな、どうだっただろう。ティーミノ行って、ジェイミノ3ライン消しできたかな。まあ、やっぱりね、ああいう風にね、2ライン消しとか1ライン消しとか、その、単発消しが挟まってしまうと、マジでね、相手に時間どんどん与えちゃうんでね、結構自利品になる可能性が高いんで、まあ、できるだけ多段消しで掘ろうっていうのが、めちゃくちゃ重要な意識する部分ではありますね。もう一つ見ていきましょう。単純にまあ、やっぱり、カズ君、この相手のカズ君の火力めちゃくちゃ高いんで、そこで、追い手で刺されてしまったって感じですよ、本当に。一気に火力来たからな。さあ、しかしこれ、どんどん置きミスしてるとこに、こちら連君で、圧倒的有利。さすがにこれは勝ち格かな。うん、まあ、勝ち格っすね。アイミノ、ジェイミノ、S ミノ、Z ミノ、アイミノ、L ミノまでですかね。のルート。いや、L ミノ、アイミノ、T ミノまで行くか。かなり、繋がるルートがあったんで、これは強い。さあ、お互い DT 砲を、置きミスなしでしっかり DT 砲を打ち切る。まあ、開幕ミスするとね、この二人、多分、どっちも業種年組むんでね。開幕はしっかり置きミスをしないことを最優先に考えて、ティスピンダブルとティスピンダブルが総裁当たる。ホリレンですね、これ。オーミノ、ジェイミノ、ティーミノ、アイミノ、エルミノまで繋げるか。エルミノまでは繋げず、ティースピンダブル。テトリスにしないのは、火力のリソースを保持です。火力の節約。さあ、テトリス、ティースピンダブル。こちら、ティースピンシングル。総裁当ててしまったんで、ちょっと穴場になってしまったが、まあ、この程度なら大丈夫でしょう。さあ、ティースピンダブルから、テトリス。受けてから3ライン消し。受けたかったけど、まあ、完全総裁狙いましたね。あんまり受けすぎてしまうと、ちょっと相手の知見もいいんでね。危険かなと思って普通に総裁当てていったが、ちょっと不利。これは地形的にだいぶ不利。さあ相手の穴がかなりいいので、まとめされて穴バラ、かなりさらに穴バラ来て辛いですね。まとめされてテトリスなんとか総裁当てるけど、テイスピンシングルが総裁外される。間に合うか。
おっと、かなりここで相手置きミスしたんで、カビトゥンが置きミスしたんで、ワンチャンありそうですね。ワンチャンどころか、致命傷レベルか、あれ。致命傷。これは助かったな。結構置きミスに助けられた感じですね。こちらとしてはもう、ほぼほぼ負けかけかなって思ってたけど、まあ、追い打ちで、地味にね、ドンドンドンって暴発してしまうことは手取りとあるんで、その暴発が致命傷になってしまった。さあ、大見のあれは置きミスではなく、Tスピンダブルの先読み。さあ、こちら、社畜トレイン打とうとしたけど、ミスってしまった。そのミスをしっかり J ミノで回転入れしてから、平らに地形積んだんで、ホリレン耐性。さあ、どういうルートで行くか。T ミノ、L ミノ、Z ミノ、I ミノまで。さあ、これ TD アタック狙うか。TD アタックは狙わず、図難に行ってますね。図難に総裁外してから、相手に1ライン穴場を送って、さらにテトリスと。まあ、今の TD アタックも狙える地形ではあったんだけど、まあでも、結構ね、隙は生じるんで、一瞬。なんで、かなり無難を選択していきました。さあ、まとめ1、全部総裁外して T スピンダブルからテトリス。それに対して相手総裁外して千鳥講師だけど、大見の置きミス。さあ、間に合うか、間に合った。T スピンダブルは間に合ったけども、その後がどうだ。結構、リカバリーに時間かかってそうなんで、そこに追い打ち、アイミノまでかな。アイミノまでしっかり掘って、間に合った、早い。ギリギリ間に合って、テトリスボリー。それを強気に総裁外して T スピンダブルからテトリス。さあ、2ライン消して、T ミノミスってしまった。まあでも、T ミノミスってなくてもこれ空手なんでね。おそらく押し切れてたとは思いますね。無理やり右側を J ミノで埋めて、T スピンシングルで、総裁当てることは可能だったかもしれないけど、まあ、それはそれで地形が悪くなるんでね。こちらの優位には変わりなかったとは思いますね。まあ、これはどうだったかな。普通に置きミスしたのを、咎めていったって感じですかね。まあ、テンプレっちゃテンプレの勝ち方ではあるな。まあ、テトリスって大体その、ミスお互いないと結構長期戦になること多いんですけど、なんで、その、ミスしたとこを一気に、瞬間火力とかね、咎めていくっていう、その、まあ、凝視力も結構重要になってくるんでね。そういうのが見えるようになると、さらに上を目指せるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあもうこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。